ときは家事を利用して試合とか感染ルールを設けております。うちの会社もなんか20日休みみたいな、まあ、何言ってもヤクルトの勝ちがこないとね、めっちゃ面白い。そんなこと焦って言う前に勝ちがこないと、そんなことはまださっき言全然ないチームいっぱい。